こんにちは、倉敷ひいな店です。今回は招待作家の松浦佳代子先生の作品をご紹介します。松浦先生は小布ちりめんを使用した固定ポーズの作品を作られています。数多くの展示会に出展され、長年ご活躍されています。今回ご出展の作品、タイトルは町娘です。とても優しい表情をしたお人形で、見ていると心が和んでいきます。結紙も清楚でとても素敵です。江戸ちりめんの柔らかい風合いも人形の優しい雰囲気をより際立たせています。指の表情などもとっても繊細です。優しく癒される松浦佳代子先生のお人形、ぜひ会場でご覧ください。